はい、どうも YJKN です。はい、前回ねワンピースワールドシーカーね終盤まで進めたと思うんですけど、まああのね、あの終盤に加えてね3つまだねストーリーがあるわけですよ。ゾロ編、サボ編、ロー編。いや楽しみですね、この3キャラクターを楽しめるというね。まだ3粒残ってる。まあ今日はね、まあ、この順番に出されたらしいんで、このゾロ編、サボ編、ロー編っていう風な形でね、今回はゾロ編楽しんでいきたいと思うんで、影の実験兵器っていうのを楽しんでいきたいと思います。本編クリア後プレイを推奨します。まあまあまあ本編クリアしているんで、まあまあ同じようにスタンダードでやっていきたいと思います。あー、このシーンからね、ゾロと看護婦の方が戦ってる時ね、でこれ確か看護長を相手にするって話だったよね。いやでもこのアクションシーンマジで力入ってるよな。まあなんかこれを予見してのこのシーンやったんやろうね。ルフィが来るよね、もうちょいしたら。まだ来んのか。で滝を捕まんで、その強さ想像以上なんや。あ、来た来た、ルフィ。なんだそれ。実験に付き合ってもらおう。お、実験に付き合ってもらおう。で、うん、そうやね、これが出てきて、でもゾロは追いかけるはずやったよね。で、どうなるんや。手分けして戦うんやったっけ。ルフィ、こいつらは任せたやんね。首ないけど、ゾロ大丈夫。俺は親玉の方を追う。かっこよっ。俺は親玉の方を追う。かっこよっ。アイザック追いかけよう。了解。ジャンプ、攻撃ガード、ジャンプ、オッケー。踏み込み標準を忘れると、そんなんできんの。シュンペガン強っ。あれてかマップってこんなに見づらかったっけ。なんか見づらくない。壁がある場合罰を、テンポ横へ、連続で切り上げることを行い、壁を登ることができます。そんなモーションいいんすか。いいなこれ。かっこよそ。あー、オッケー。遠距離攻撃の練習ね、多分。もうわからん。でこれで360ポンド砲が使えんのか。いや隠れんな、お前ちゃんと顔出せ。いもんな。オッケー。ポンド砲。うわー、かっこよ。ゾロ先輩見失ったんや、結局。ルフィのとこ戻るね。な、一旦ね。ゾロ、ロボのやつは、見失ったね。なんだ、海賊でも捕まえてんじゃねえか。俺も海賊、それはそうなんよ。なんだ。おう、おい、おう、やれやれ。なるほどね、方向音痴やからね。任せた。おう、俺は奴を。まあまあ気な臭いよね、それはそうよね。頼む。監獄長の色覇気もなしで、俺この俺と告白とはな。めっちゃ怒ってるやん、めっちゃ悔しそうやん。まいったな、方向音痴なんかーい。うわ、ゴロツキ様が仕切る。はいはい。オッケー、そいつに聞いたらええねんな。独自の方向感覚を持っておりません。マップはあまり。やっぱおかしいよね、マップ。そんな気はしてた。
え、マップ駅舎で不明のスキルを習得する必要がある。なんやそのスキル。めんどくさ。いやもうエグいもんだって、見てこのマップ。なるほどね、そりゃ無理やわ。おころつき、なんで牛のコスプレしてんのこの人。金目のもんなんてねえよ。聞こえなかったのか。ああ、おお、有名人じゃん、有名人じゃん。それなわかるよ。まあ、それはなるやろうね。やれやれ。うわ、かっこいい。戦いに入るモーション、テンションゲージをはめると。なるほどね。めずくね、めずくね。一刀流いやい、シッソソン、シッシッソンソン。え、強くないこいつ。これどういう風にしたらいいんや。ドロの戦い方ってこれで合ってんの。なんか地味じゃない。あー、割れた。え、これ合ってる。一刀流いやいし、ヒッソソン。一刀流いやいし、これゴリ押しとか勝てんじゃん。そうね。あ、まあタイプの変更はないんやな。なるほどね。これで終わり。あ、死んだんや。もうごめんね、オーバーキルしちゃってごめんね。おお、オーバーキルしてごめん。やれやれ。おい、テカテカしたロボみたいなやつか。それなら橋の方に飛んでいったのを見たぜ。なるほどね。へえ。海中監獄ってあそこよね。え、これ場所わかんなくね。まあ、とりあえずこっち進んだらって感じね。かっこいいゾロ。え、このさ、これこのモーションかっこいいよな、マジで。なるほどね。でもローとかサボとかも気になるのは、どういう風に登っていくんやろう。まあ、上にはルフィとか同様登れるけど、ちょっとあれやね、やっぱスピードが遅いね。ちょっとレスポンスじゃないわ、サクサクいけへん感じがする、ルフィと違って。あー、オッケー。でここで一旦見えましたと。へえ。さて、どうするんですか。あ、メインミッションクリアね。え、どうすんのデゾロ。あ、もうあそこ行くねんな。了解了解。いやー、ルフィと違って結構大回りしていかないとダメだから、そこがしんどいな。よし。お、うん、堂々と乗り込むしかないよ、君はルフィと違って。まあ、とりあえずこの中入りましょうか。だね。なんだ。ふったぎってもいいが。侵入者だ。そうなるよね。お。まったく。やれやれ。やるでやるで。まあ、そんなに強くないな。言うてそんな強くないな、大乗大竜巻。おい。いいのかな。
麦わらの侵入を受けて警備が強化されている。二度と海賊など駆使はしない、なるほどね。ダギちゃうわけね。ゾロのアゾロ、あー、タシギちゃん離れなさい。うん、相変わらず嬉しそうに、ま、ゾロ嬉しそうだね。まったく俺を止めようってか。ふざけないで勝手に決めつけてんじゃねえよ。オッケー、やるってのか。やりづらそう。360ポンド砲。いや強いんよな普通に。いやうざいて。一刀流いやし。シシソンソン。おら。どうしたん？キリシグレ？おにぎり。竜巻。おにぎり。やるやん。トリュイヤイシッソソン。あー終わり？えせっかく拾った命大事にしねえと損だぜ。かっこいいぞろ。やれやれめんどくせえ。てかこの水 またやらないとダメなんだ。めんどくせえ。それはもう知ってるんよ。ありかはもう。ん？何？丸がついてます。カツラを捨てると、その場所に移動します。ああ、ファストトラベルね。使えるようになりましたと。え、てか、まだ水溜まってんの？どういうこと？おにぎり！うわっ！いけるいける。あ、渦が入ってし、と吸われていきます。てかルフィ下におるはずよな。でこれで2回目。てかゾロ強いからサクサク進むな。で次最深部まで行くっけ。これでまだか最深部は。てかこれゾロがフランキー助けんのか。でどういうストーリーなんの。で次下に行くと。うわーこれルフィじゃないから大変やな。まだ下にいっぱいいるからこの音が消えへんだけよね。よし、でこれで最深部まで行けると。まあまあ見たからねこれ。オッケー、地下6階に行こう。何がいるのかな。あ、何がいるのかな。あ、シギちゃん泥のは頑張ってんな。何を企んでいるんですか。知るかよ。お、今揺れたけど。おっぱい、お分かりいただけただろうか。何を企んでいる。ふざけないで。アシギちゃん、タユン。えいえい。エロ。エロくないですか。なあ、くそ。いいんですか、そんなサービスシーン。いいえ。いや。ち。なんだ。妙だな、空気がどこかに流れ込んでやがる。おう。メガネ大佐。お前にも手伝わしてやる。お前が下だからだ。かっこいい。うわタシギちゃんエッチやな。でも先続いて、待って、なんか今あったよな。あ、調べれるわ。もうロロノア、開けたんや。どうやって開けたん。ゴリラ、あの鉄格子、鉄格子な、鉄の扉グワーって開けたんかな。なんか入りましたと。なんかよくわからん工場に。これは、ここは、おお、この島の闇に迫っていくわけですね。そんなはずは。へえ、
行きましょうか。一回2はクリアしといてね。まあ一旦ね、締めときましょうか、ここでね。まあ今回はね、たしぎちゃんとも会えたということで、ここで終わっときたいと思います。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。バイバイ。